イクの前に立ってさ、どんな役でも演じるんだ。喜怒哀楽愛してる、どんな気持ちだって声で描いてくんだ。画面の中で必死にあいつは今日も生きてるんだ。俺も本気で一緒に悪い奴らと戦っているんだ。時に戦国武将で、時にミッションに挑むスパイ、サッカー選手に妖怪やヒーロー。朝早くから守った地球を夕方には侵略していたり、次から次へ物語を生きていく。ハラハラするようなシチュエーション、メラメラ目を手こんだ人間が君の心に火をつける。俺はこの場所で生きてるんだ、君もきっとまた頑張れんだって声を届けたい。風を引いても関係ない、あいつは今日も元気なんだ。口を開けばなんだか力湧いてくるのだ。不思議さ、時に超能力者で、時に宇宙艦隊司令官、ペンギンやタコに伝説の剣士。たとえ何年経っても誰かに命狙われ続けていたり、理不尽すぎる人生でも生きていく。テレビの前で君の目がうるうるするようなシナリオに声で色をつけてゆこう。俺はこの場所で生きてるんだ、小さなヘル君に向けて愛を叫んでる。たくさんの人が関わってようやく動いてる。あいつが巻き起こすだろうが、まずこっつり台本にない言葉が出たり、あいつが一瞬俺に微笑む。それじゃ今日もやっつけてやろうぜ、どんな相手が立ちはだかっても、次から次へ物語を生きていく。ハラハラするようなシチュエーション、メラメラ燃えてるこんな人間が君の心に火をつける。俺はこの場所で生きてるんだ、君もきっとまた頑張れんだって声を届けたい。なんか宇宙と地図だって息があいつがはしゃげるように、声で命を吹き込もう。なんか氷の人生を 100% の全力で俺は生きていく。今日はここまで、続きは来週。